これで破産する人が多い生徒で最もお金がかかる場所、タイクーリーではない、グローバルセンターでもない、火星病院だ。専門家受付番号の料金は92元、しかし受付番号をつかめる場合に限る。夜12時に開始すると1分でほぼなくなる。早くて1週間後だ。焦るともっとお金が必要になる。誰かが受付番号をつかむのを手伝ったが、 ししかし3倍の値段が基本だすると誰かが現場では登録が難しいのではないかと尋ねたさあ看板を見て病院に到着後並んで待つのもまた一苦労だ入場を待っているのか支払いを待っているのかエレベーターの手すりに触れると手すりが熱くなっていたワクシーダムは火星病院の名前にちなんで命名されたその他に周辺のビジネスも盛り上がっている のの外から来たた患者さんのためだ入り口のところで止まると誰かが寄ってきて「止まるか?」と聞いてくる受付番号の取得を手伝ってくれるそうだ火星病院での診察は国内ではヘップホに次いで2番目にお金がかかるまだ診断はしていないしかし検査だけでも数千元かかることは珍しくないほとんどの病院には ATM が設置されている しかし、火星病院には銀行が開設されている。ATM には制限金額があるため、銀行の窓口を通さなければならない。ウィリアムズ症候群という言葉を聞いたことがありますかそしてハンチントン病。基本的には耳にしたことのない珍しい病気だ。それを治せるのは火星病院だけだ。2019年の最新レポートによると、火星病院の総合力は現在に。 貢献度は全国1位評判にしては大きすぎるだから火星病院は一年中人でいっぱいだ以前プログラマーの996がホットな話題になったしかし火星病院の先生は007かもしれない原因は患者さんが多すぎるんだよここのお医者さんは基本的に診察待ちの時もお金を払っている時も話をしてくれない 会話の中で一番多いのは入院して手術しないといけないんだぞあまさかバイドゥネットの検索結果では必要がないならあなたは病気を治すためにバイドゥに行ってくださいだから病院がすごいというのは主に医者が厳しいからだ2018年の採用条件一覧を見つけたこの病院では医師から看護師まですべてを採用している一番人気のキーワードはポスドクだ 視線で一番の豊かさの見せどころは自分の銀行の預金高ではない。火星病院に人脈があること。実際、火星病院は多くの病院の縮図に過ぎない。北京から来た患者さんと話してみた。火星病院より北京協和病院の方が大変だそうだ。ほとんどの人が一番の方しか認識していないからだ。火星病院に治療のために来院する障害者。 基本的にはいくつかの難関を乗り越えないといけない。まず宿泊の問題だ。この辺りのホテル代は市内のホテル代よりも高くなることもある。北京からの患者さんが来たら現場では受付できないと言われている。彼はオンラインで受付番号を取得することさえできなかった。だからここで待つしかない。誰かキャンセル者がいないかを確認する。ここのお医者さんは冷たいという人もいる。 100元の受付費用ではちょっとした言葉しかない。一番大変なのは初診だ。受付番号は分かったがセカンドオピニオンが得られない。診察室に直行する人もいる。私は市外から診断に来て大変だ。と言う。すると返事のほとんどがここに誰か楽な人がいますか